部長です。紬だよ。本格的に終盤に入ってきたな。そうなんだよね。あとするとしたらやっぱり川の上流を攻めるってことかな。そこまではやろうということだな。あと研究ポイントで全部解除とかもあるけど、そこまでじゃない気もしてて。なるほどな。今は第三集落に木材系の施設を建てようとしてるな。これね、やっぱり前回編集してて歯車と買いたとかがほんと足りないんだよ。なんでこっちに用意しようと。まあ上流の方に関してもその辺は必要になってくるからな。そうなんだよね。階段作ったり水門作ったりもしないといけないし。そういったものだな。とりあえずここからも供給できるようになるのは悪くないし。で、作るのはいいが働き手はいるのか。それは別の集落から引っ越してきてもらうよ。それで働いてもらう。まあ妥当なところだな。現状板もこっちに回ってきてないことを考えると、もっと早めに対処してもよかったかもな。だね。やっぱり貯水庫と用水路作って満足しちゃったのが。まあ気持ちはわかるがな。とりあえず準備はこれでいいかな。重力バッテリーまで含めて設計できたし、戸回し車、これは保険か。そうそう、さすがに風車はすぐにできないからね。これでしばらくは板を作ってもらうようにするよ。これも早く完成してほしいところだな。水も復活したし農場の準備をしよう。用水路を準備してたんだったな。じゃあ行くよ。とここまでか。一旦ね。これでも農場は十分用意できるから。確かにここまで緑が広がればな。塗装いや今ゲーム速度が3倍になってるな。さすがに待ち時間が長くなってしまってるからね。もうこれぐらいで進めないと。それで見落としがなければいいが。まあ気をつけるよ。とりあえず農場を設置して。というか水が溢れてるが大丈夫か。おそらく一時的なものだと。治んなければ水門調節に行くけど。ほんと雑になってきたな。それでも成り立っちゃうからね。あとは道を用意して。そういえば作物はどうするんだ。そこはすぐに食料になるものと考えてる。となると人参、ひまわりの種といったところか。そうなるね。他のは加工しないといけないし。マーベリーという選択もあるが、あれは幸福度に貢献しないからな。じゃあ農地を決めよう。まずは人参。用水路の下側は全部。それだけ広げて回るのか。これぐらいは大丈夫でしょう。で、上の方にはひまわりの種。さすがにそこまでになると厳しいと思うが。まあやってみてダメだったら農場を増やすよ。ほんとざっくりだな。大丈夫だって。ん？なんだこれ。ポットに開放する？というかポットが完成してるんじゃないか。ってそういうこと？なんか左上に見慣れない表示も出てるぞ。え、もしかして研究所は無理か。で、5000って、これ働かせるにも研究ポイントが必要なんだな。これがプログラムを組む代わりか。ちょっとどっかで使ってみたいけど。上流の方で働かせるのか。いや、こことか常に水不足だし、こういう過酷な場所もロボットなら平気でしょう。確かにな。じゃあ解放するか。これでポットを配置できるようだな。というか配置できてない。これはポットがどこにいるかで変わるのかってことかな。少なくとも今はここに配置できなかったのは間違いないだな。でどうするんだ。他で試すしかないよね。まあ作った集落ならいけるでしょう。こことか。手にせんか。ちょっともったいない。と言ってももう研究ポイントも使いたいものはそれほどないだろう。いや、まだ記念碑が残ってるからね。できればそれようにとは思うけど。ここも線か。こっちは線だな。まあいいや。物は試し。と労働者がポットに変わったな。なるほどね。というか夜も働いてくれてる。さすがロボットだな。ただバイオ燃料が必要なようだな。ふむふむ。まあでもとても役に立つことが分かったよ。これは量産していけば人手不足は解消されていきそうだな。だね。ある意味シンギュラリティを迎えた感じ。やったやった。よし、爆弾の設置が完了したぞ。第四集落の用水路か。これでもう少し農場も広げられるし、あと給水ポンプも用意してあげないとな。というか今水不足に陥ってないか。そうなんだよ。そして食料もない。何が起きたんだ。おそらくだけど、
人口が250人超えちゃってるんだよね。この動画の始めは150人程度だと思ったが、そう、1年ちょっとぐらいで 1.5 倍以上になってしまったんだよ。それはかなり問題じゃないか。なんだよ、だから予定してなかったけど給水ポンプも用意。水はそれでなんとかなっても食料がな。それも今から用意するって。じゃないとこれ乗り切れないよ。まあ一つ前はなんとかなっていたみたいだったが、その頃より増えてるよ。まあそういうことか。じゃないとバッサリカットということもしないだろうしな。そうだよ、ほんとな。まだ土砂採掘機もできてないし。やはりというか時間がかかるな。そういえば上流の方は、そっちも進捗ないんだよね。まあ安定させないと材料をそっちに回せないのかもしれない。そういうことか。おそらくだけどね。おはようございます。ほとんど進展がないまま次の干ばつ迎えちゃったよ。しかも9日、今までで最長だな。さすがに表示領域考えるとこれ以上はないんだろうけど。というか大丈夫なのか。全然大丈夫じゃないね。水も食料もカツカツだよ。やはり人口問題か。もう300近いが。ほんと住む家もないはずなのにどんどん増える。確かにそこに関しては不明だな。おそらく幸福度が関係してそうではあるが。なんだろうね。これじっくり足元固めないとやっぱりダメだったな。そう言ってたのにな。いや、これは人口が急に増えたせいだよ。ホームレスが100人超えてるんだよ。確かにそれはな。給水ポンプも用意したけど全然間に合わないし。とりあえずこの干ばつを乗り越えるしかないな。さすがに死人は出ちゃだろうな。できてるじゃん。土砂採掘機が完成してたか。だけど配置されてないな。もしかして他のところで働かせてるから。その可能性はあるな。じゃあ配置転換しないと。ってどこで働いてもらってたっけ。まずはここだな。他はここもか。全部でポットは5体あるはずだな。そのうち3体はまだどこかで働いてるはず。それどうやって探せばいいんだ。手水が引いてきた。まだ干ばつが5日も残ってるのに。本当に厳しいな。厳しいとはいえ何もできないからこれの対処をやるけど。まあそれぐらいしかな。ここからならわかるかな。ってなんともだな。ここでわかるのは仕事をするのにビーバーかポットかぐらいか。誰が立ってるかがわかんない。タグを人工に切り替えてみよう。これでわかるのか。試してみるしかないよね。であった、オットの一覧。あとは働いてる場所だけど。どうやらわかりそうだな。運搬所ね。じゃあ実際にいるか。っていた。これで5体とも空いたな。それでもここに配置されないか。何がまずいんだろう。中心に繋がってない。手向きは合ってるのに。となると高さじゃないか。そういうこと？でここに登る場所作るのは。となると壊して作り直すか。えっ、それはさすがに。これ作るのに1年以上かかってるんだよ。だからそれは嫌だ。強引だけどここから登れるように。とはいえそのままだと遠回りして入らないといけないな。そこは脇道を作るよ。ちょっと不格好だけど移動できなくはないはずだから。しかし高さのトラップとはやられたな。作るのに時間がかからないのはいいけどね。さすがにこれはやられた。まあそれも強引だが何とかするんだろう。するけどなんか納得いかないな。おはようございます。ようやく干ばつが明けたよ。一気に人口が減ったな。50人近くやられちゃったね。できれば今後は一人っ子政策取ってもらいたい。そんなことすると将来少子高齢化問題にぶち当たるぞ。それも嫌なんだけどね。なんか人口抑制策とかないのかな。あまり幸福でいない方がいいのかもな。今は全然幸福じゃないけどね。食べ物も飲み物もないし。それでも幸福度はゼロだぞ。ある意味すごいよ。職を失っても他でカバーできてるなんて。確かにな。あとはここから立ち直れるかだけど。さすがに立ち直れなかったらどうしようもないな。前に戻ってやり直すしかないね。で、水と食料対策か。人口抑制ができればしたいがな。それができないから悩むんだよ。まあさすがに全滅ってことはないと思うけど。そうだろうな。ここもな。ほんと高さってのは次回以降で気をつけるんだな。でも最後の方なのに。水も戻ってきたし、最後に人口調整して終わろう。減ってしまった分働き手がいない施設があるからな。お疲れ様です。って夜になったぞ。
そんなの関係ない。また明日以降頑張ってもらわないと。特に水汲み。確かにそれを優先すべきだな。水がゼロのままだったしな。まあ干ばつ明けての1日目だからね。それはしょうがないと思うけど、でも明日からはちゃんと水を確保しないと。そうだな。その上で上流の開拓だな。だね。あとは泥風呂とかは見たいけど。それも次回だな。だね。今回は短いけどこの辺で。まあここからもまだまだ時間だけはかかりそうだな。